組み込み Linux、組み込み Linux、組み込み引くとは、組み込みシステムに特化した Linux カーネルや Linux オペレーティングシステム、またはそれら搭載する組み込み機器を指す用語である。携帯電話や携帯情報端末、メディアプレイヤーなどの家電機器、ネットワーク機器、ファクトリーオートメーション装置、カーナビ、医療機器など様々な組み込みシステムにて利用されている。米 VDC の2008年における調査によると、Linux は18%の組み込みエンジニアが使用しているとされる。デスクトップ及びサーバなどの汎用的なシステムと異なり、組み込みシステムではリソースが制限されており、例えば RAM や二次記憶装置の容量が小さい。組み込み Linux を使った機器は、二次記憶装置として、ハードディスクドライブの代わりにより小さいフラッシュメモリを、 使うことが多い。組み込み Linux はアプリケーションや対象ハードウェアに必要な機能に特化されていることが多く、Linux カーネルもそのアプリケーションに対し最適化し構成されている。最適化の具体的な例は OS のリアルタイムオペレーティングシステム化などである。一般的に Linux は移植性に優れるシステムであると言われており、デスクトップコンピュータやサーバーに あまり採用されていないコンピュータアーキテクチャにも移植されている。その中には組み込みシステムも含まれている。組み込みシステムへのオペレーティングシステムの移植にはプロプライエタリなアセンブラや C コンパイラ、標準 C ライブラリを利用するケースもあるが、それらと比較して OS 自体のソースコードを修正して再配布でき、ロイヤルティやライセンス量が発生しないといったフリーソフトウェア。 オープンソースソフトウェアとしての特徴だけではな、技術的な優位点もあり、使用メモリ量が比較的少なく2メガバイト以下のメモリで起動可能、安定した動作、比較的サポートベースが大きいなどの利点がある。組み込みは Linux は Linux カーネルに少数のフリーソフトウェアを組み合わせたものである。標準 C ライブラリーには グリーブックの代わりにもっとリソース消費量の少ないダイアットライビシ、ユーシアライビシ、ニューリブが採用される場合もある。2006年5月、リナックスカーネル開発者のグレッグクローイコール、ハートマンによりリナックスのドライバ開発キットがリリースされた。また、リナックスファンデーション以前はオスデルによって開発のトレーニング講座や無料のウェビナーが開かれている。 組み込み Linux に使われるオープンソースのミドルウェアとしてはビジーバックスなどのオールインワンなものやサンバやウェブキットフリープなどのプロプライエタリな代替が少なくかつ重要なものも多いまた前もやマブリンアンドロイドのようにミドルウェアの大部分をオープンソースで改めて開発するものやパームウェブオースのように ミドルウェアの多数の部分にオープンソースソフトウェアを組み合わせて使うものもある。マルチメディアに関してはオープンソースで扱う場合、グストリマー経由でハードウェアデコーダーとフメペグをバックエンドにして使われることが多いが、アンドロイドにおいてはオパンコーが使われている。開発環境としてはエクリプスか商用製品が使われることが多い。エクリプスでは組み込みにおいて、 以下のプラグインが使われる。また、エクリプスには、マブリンエクリプスプラグインやアンドロイドデベロップメント、トゥールズなど、特定の OS に特化したプラグインも存在する。また、開発には、エミュレータの件や分散コンパイルのためのディストックや、アイスコークなども使われる。ゲルトナーのプレスリリースによると、2008年の Linux のシェアは8.1%としている。 アドマーブのレポートによると、全世界のモバイルデバイスにおいて、Linux カーネルを採用している OS である Android と、バームウェーボースを合わせたシェアは2009年8月時点で11%で、あり、2009年2月の2%と比べ9%伸びている。また、アドマーブの2010年2月のレポートによると、スマートフォンにおける Android のシェアは24%に達し、 2位になったとしている。日本では NTT ドコモの制定したモープおよびアルプベースのホーマ端末用オペレータパックに使われている。日本ではネットワーク接続可能なハイエンド機種のテレビにはほぼ Linux が搭載されている。ゲームコンソール、コンシューマーゲームにおいて Linux が使われる例は少ない。PS2 においては PS2Linux が ハードコミで発売された。また、PlayStation BB ユニットには Linux が使われている。PS3 においては Linux がインストールできることを売りにしていたが、新型を出した際にオミットされた。また、旧型 PS3 においてもファームウェア更新によって無効化された。近年では、スマートフォンのゲーム市場が活性化されており、Android でのゲーム市場も 急速に成長している。そのため、XP リアプレイやオーディロイドのような Android を使った携帯ゲーム端末が出始めている。その他、直接組み込み、Linux が使われているコンソールとしては、GP2X、GP2XWiz や LeapFrogDitch、Pandora、Evo スマートコンソールなどがある。以下は、組み込み機器に特化した Linux カーネルの機能である。Config という表記は、 カーネルコンフィグレーションであり、コンパイルする際に機能を有効化するための識別子となる。Linux カーネルはモノリシックであるため、カーネルコンパイル時に必要とする機能を有効化する。なお、AMP にはまだ対応していない。ロネサスと TI はそれぞれ異なったバーチをベースの仕組みを提案している。リアルタイムな用途では、スループットよりも、 レイテンシが重要となることが多い。レイテンシを改善するためには、カーネルの設定変更、チューニングの他に、アプリケーション自身も最適化する必要がある。カーネルのレイテンシを測定するためにサイクリックティストなどのベンチマークや各種トレーサーが使われる。Linux におけるリアルタイム全般の情報は、リアルタイム l i n u x ウィキにまとめられている。e l 2008において、 ソニーのフランクローワンドによりターゲットへの冷点子最適化の実例がプレゼンテーションされている。また、同詞によってハードウェア、カーネルに付随するリアルタイムの不足点と改善案が提示されている。かつての Linux カーネルはリアルタイム性能が悪かったため、高機能な Linux カーネルをリアルタイム用途と共に使うために Linux カーネルよりも下にリアルタイム性能が高く、 リアルタイムタクを実行可能な別のシンプルなカーネルが使われることが多かった。現在はモンテピスタ、レッドハットなどによりプリエンプション用のパッチセット RT プリエンプトが開発され、Linux カーネルのアルタイム性能は大きく改善しているものの他のカーネルとの組み合わせは現在も使われている。また、Linux カーネルには バージョン2.0時点で導入されたアトミックな単一、カーネルロックの BKL が以前存在していたが、0.4スループットやスケーラビリティを効く下げる原因となるため、現在はロックの細分化やロックレスアルゴリズムへの置き換えなどによって、すべての BKL が削除されている。現在、RT プリエンプとはメインラインと呼ばれるリーナストーバルズ管理の主要。 カーネルツリーへのマージを目指している。標準やプリエンプトで有効になった機能の他に、Config リエンプト RC やセレッークスなど多くの部分がすでにマージされているが、まだマージされていないフィーチャーは残っている。Linux の組み込み用途での使用を推進する業界団体がいくつか結成されている。2000年7月に結成された e ブ b r i x は、 日本における組み込み Linux の普及とその周辺技術の標準化を目的としている。プロセスをグループ化し CPU のリソースを制限するコビーが開発されたが、現在はプロセス集約機能区グループスにとって変わられている。2003年に結成された CELinux フォーラムは Linux カーネル本体に組み込み用機能を含めることを目的としている。2010年10月、 メンバーの重複が多いことや、活動目的の一、組み込み Linux に関わる企業や開発者の増加から Linux ファンデーションと合併し、従来の活動の継続のほか、組み込み Linux の開発プロセスを容易にするために、役とプロジェクトという技術ワークグルーを開始した。Linux に関する統括的団体である Linux ファンデーションも組み込み、Linux を推進している。 2005年に Linux ファンデーションに合流した Embedded Linux Consortium には IBM、Intel、LinuxWorks などが参加し API の標準化を行っていた。そこで作成された i l ク r u p s は組み込み Linux を使った機器の開発においてアプリケーションの移植性を有する標準プラットフォームとしてどのような機能を含めるべきかのガイドとなっている。 2004年に結成された Linux Phone for Standard Forum は Linux を使った携帯電話でのアプリケーション環境の標準化を目的としている。2006年に結成されたリモファンデーションはサードパーティーの Linux ベース携帯電話向けアプリケーション開発のための標準インターフェースの確立を目的としている。設立時メンバーはモトローラ、NEC, パナソニック、サムスン電子。 NTT ドコモ・ボーダフォン2007年に結成されたオープンハンドセットアライアンスは、アンドロイドの開発推進を目的としている。2009年に日本で結成されたオープンエンベデッドソフトウェアファンデーションは、アンドロイドに関わる企業間の協力を目的としている。また、できる限り、アンドロイドと同じアパチ2.0ライセンスで、 最小構成の Android やデジタルテレビ拡張、各種スタックなどの開発を予定している。2010年3月に Embedded Master をリリースした。これは Android 1.6をベースに s ッ i p RTP スタックや Bluetooth の HID、SPP、o b e x プロファイルへの対応、リモコン対応、ポインティング対応、GUI 用 API などを追加したものである。 2010年に結成されたリナロは6ヶ月ごとに参加企業の核、ソックに最適化されたツールカーネルミドルウェアを提供することなどを目的とした非営利のイギリス企業である。組み込みリナックスに関わらず元となるリナックスカーネルにまつわる特許、とりわけソフトウェア特許の問題がいくつか存在する。リナックスカーネルでは リードコピーアップデートをはじめとしていくつかの特許で保護された技術が利用されている。これらの保護されている技術はパッチ機構者が特許権者である場合、Linux や他のオープンソースプロジェクトで使うことを権利者が許可している場合が多い。このような特許で保護されたテクノロジーは多くは企業の従業員による Linux カーネルへの貢献によるもが多数を占めるため。2005年には オープンインベンションネットワークが誕生し、Linux や関連アプリケーションに対し自社保有の特許を行使しないことに同意しかつ、OIN とライセンス契約を締結すれば、OIN のライセンシーは、OIN が保有する Linux 関連特許をロイヤリティフリーで使えることが保証されるようになった。これら特許には、Samba、Mono、Apache などが利用する特許も含まれる。現在、OIN にはライセンサー、 または、ライセンシーとして、IBM、メインフレームや X の著作権並びに特許を持つ、ノベル、ユニックスの著作権並びにユニックスシステム V の特許を持つ、オラクル、サンス、ソラリスの特許を持つ、HP、HPUX やパームの特許を持つ、シスコ、iOS の特許を持つ、レッドハット、グーグル、カノニカル、特にこの3社はフラスへの多数の貢献を行う、企業として、 有名、フィリップス、NEC、ソニー、富士通ゼネラル、富士通などを含め数百の企業、団体、個人が参加している。2007年5月、マイクロソフトは、訴訟を起こすつもりはないとするものの、リナックスカーネルに42件の特許侵害があると主張した。一方、リーナストーバルズは、OS の基本理論が1960年代に成立したことを挙げ、 マイクロソフトの方が特許を侵害している可能性が高いと主張し侵害内容の提示を求めた。2007年10月、マイクロソフトは欧州連合でのマイクロソフト製品の競争法違反に関する裁判で敗訴した。2009年2月にはマイクロソフトはトムタムのリナックス製品が 自社の FAT ファイルシステムに関する特許を侵害したとして提訴した、詳しくは、記事マイクロソフト対トムタム事件を参照。同年3月この裁判は、和解に終わり、問題とされた Linux の FAT ファイルシステムに関するコードは、その後特許に抵触しない形に修正された。また、同年9月、オインは、マイクロソフトが持っていた Linux 関連特許22件を、 アライドセキュリティトラストから買い取ったと発表した。これらの特許は AST がマイクロソフトの非公開オークションにより手に入れたものである。AST はオイン同様特許訴訟を防衛することを目的としたパテントプールを形成する企業コンソーシアムでア・オラクルモトローラ HP ベライゾンコミュニケーションズシスコグーグルエリクソンなどのメンバーで構成されている。2010年1月 マイクロソフトはテーボを特許侵害で提訴した。テーボは Linux を製品に利用しているが、記事ティボ化などを参照この時、マイクロソフトは Linux に関しては法廷で取り上げなかった。富士ゼロックスは Linux 製品の特許について、マイクロソフトとクロスライセンス契約を結び、メルコや IO、データ機器もマイクロソフトと Linux 製品の特許に関する契約を結んでいる。 同種の特許防衛を事業とする企業コンソーシアム RPX コーポレーションにはマイクロソフトとともに Linux に関わる企業が多数参加している。2010年、Apple が h t c を特許侵害で提訴した。侵害したとする特許の中には OS レベルのものも含まれている。この件で h t c は Google 等のパートナー企業と協力を トリアップルへ反訴すること計画している。また、同年4月、マイクロソフトはアンドロイドが特許侵害しているとして非難した。マイクロソフトと協業関係であった HTC は、この件でマイクロソフトと特許契約を結んでいる。同年4月、HP はパームを買収し、パームの持つ1500件の特許を引き継ぐこととなった。 アップルがパームを提訴しなかった理由はこれらの特許の存在があるとも噂されている。なお、パームは BE のビースに関する知的財産を買収しているが、これらの特許は会社を分割した際に、パルムソース、現、アクセスシステムズが引き継いでいるとみられる。2010年4月、フリーソフトウェア財団は、ビルスキー対カッポス受験をテーマに、 ソフトウェア特許の問題を描いたドキュメンタリー映画、パテントアブザーディティを公開した。この映画はソフトウェア特許支持者、反対者双方の意見を収録したドキュメンタリーである。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。